変身あり、ウルールとの呼吸を同調します。来たか。秒読み開始。10。ようやく出番だな。これを当てれば女が廃る。せぬは倒産。邪魔をするな。言ったはずだ、貴様の相手はそれがしだと。なれば押し通る。それがしを、たやすく抜けると思うてか。あと少し、その間だけしのげれば。頼むぞ、ノースジ、キエル。アッチ。大丈夫。兄上が信じてくれたんだ。私ならできる。それでこそよ。だからこそ食い破りがいがあるというもの。抜かせ。雷光はこちらの策を読み、三日月を待ち伏せさせた。本当にそれだけなのか。自分ならばどうする。そうだ、自分ならば。三。まさか向こうの狙いも狙撃。こちらの策を寸前で潰し、士気をくじくつもりか。に。どこだ、敵の狙撃手は。見つけた。なあ。一。今。俺を前に。武器を捨てるか。見たか、オシトル。一世一代の大勝負勝ち取ったぞ。まさかこの土壇場で兄者の策を潰すとはな。それでこそオシトル、それでこそ我が友であり、我が宿敵。そうだ、確かに我らの戦いにこのようなものは無粋の極みよ。我らの決着はこれでつけるべき。そう言いたいのだろう。無論成し得る全ての力を傾けるまで。兄者への義理はこれで果たした。
ここから先は好きにさせてもらう。あくるかよ、我が魂の叫びに応え我に大いなる力を与えよ。ぬでも無駄かな。姉様、こうなったら男はもう止められないから。本当に本当に帰ってきてくれるですか。ああ、約束する。必ず皆のところへ戻ると。はいです。オシトル、後でみんなしてお説教なんだからね。だから、すまぬ。別れは済ませたか。不要。必ず帰ると約束したのだ。どうして別れが必要か。よくぞ吠えた。そうでなくてはな。参る。アクルカよ、扉となりて根源への道を開け放て。これは、俺は倒れるぞ。俺は
今こそ貴様を超える。見よ、我が力の全てを。そうはさせぬ。三日月、覚悟、抜かせ。手間取った。不利を強いてすまぬ。待って、みんな、オストルの邪魔をしたりしたら。そんなこと言われても困る。ああ、困るな。うむ、そうじゃぞ。全員やる気満々ですね。そういうことじゃない。いけるよね、ルルティエ。では私もフミリルまで。平気、ウルウル。私たちがいるから。皆さんをお守りします。ああ、もう猫ね、私から離れないで。はいです。
来るかよ、我に力を。これでよくその面を出せたものだ。やっとうちの出番や。行くで。死にたい奴から前へ出ろ。死にたい奴から前へ出ろ。一撃突撃だ。これでこれだ。さとはな、こうやるのだ。少しは骨があった。私に続いて。この薬草で。これはどう？痛みは抜けた？倒せる敵から。心地よい。今度まとめて。へぇー、さとはな、距離を保つ。こうやるのだ。ちはやぶる。やってやるです。尽力よ。どこまで。キュアアイテムです。スキル不調。やるのです。油断大敵なのです。頑張りますね。すぐに癒しますから。リサルメニターの息吹の皆さんによろしいですか。はい。邪魔だ。
無理は厳禁かな。狙い撃ちます。上がれ。取られ。まとめて下がれ。油断はしないのです。尽力よ。ないじゃない。この手の強さ、一撃で死ぬ。これでもない。もっと力はない。まだまだ終わらせん。遅れてるかの戦いというものを見せてやる。つまらぬ。行きます。ここで怯えるわけには。俺に立ち向かったことを褒めてやる。あの子だ。ために立ち向かったことを褒めてやる。で、そりゃこれで、もうはーっ。では、落ちろ。いい運動だね。待ちくたびれさえ。これに立ち向かったことを褒めてやる。Ha ha ha!
押しとる。それでこそ我が宿敵よ。もう終わったと思ったのに。させるか。兄上、これ以上はダメなのです。兄様のお体は大丈夫ですよ。猫根さん、兄上ならきっと勝ちます。そういうことではないのです。おめえら何をのんきなこと言ってる。早く離れねえと巻き添え食らうじゃない。ないぞ、押しとる。それでこそこれまで決着を先延ばしにしてきた甲斐があるというもの。三日月、どうした。できぬか。分かったらほら、そっちも撤退の準備。しかしあの場にはルルティが。大丈夫よ、きっとオシトル様があの子を巻き込むはずがないもの。そういうものか。そういうものよ。ほら急いで。このままでは遠からずここまであの二人の戦いの影響が及ぶ。ならば総員直ちに下がれ。アクルカを解放した三日月はまさに底知れぬ力の持ち主。それでも信じてますよ、アトリさん、オシトル殿。まずいなんてもんじゃねえの。ずいぶんと派手にやりやがって兵を引かせるこっちの身にもなってほしいね。ともかくここは逃げの一手だと思うがね。アクルトゥルカ同士の首引きなき激突、そんな恐ろしいものもう合戦とは呼べないだろう。王者の、これ以上わしらが戦おうてもどがもならんで。だな、あんなのが出張ってきたんじゃ俺らにできることなんてたかが知れてる。うん、イタク君も無事に下がったようだね。九十里の門も戦況が見えるとこまで抜いとるじゃろう。そちらはどうかね。引き戦はいずる花お家芸だぜ。ほっといてもこの状況なら勝手に下がるさ。敵さんに土産を抑えてからな。うん、ならば我らも
巻き込まれる前に追い飛ばしようか。だな、敵さんもあの混乱具合じゃ追撃なんてできねえだろ。では行くとしよう。なんやすごいな。ここまで来るともうこっちにできることはほとんどないじゃない。されるのを待つだけならば、もっとだ、もっと力をより深く、より強く、この命を食らってその力に変えろ。そうだ、それでいい。楽しいな。貴様もそう感じているのではないか。ああ、心が踊る。命を落としたこの戦い、何一つ憂うことなく力をぶつけ合うことの、なんと心安らぐことか。これほどまで戦いが楽しいのは初めてだ。確かこの胸に灯る熱は何者にも変えがたい。全てをかけた人を演じているというのに、この楽しさは何だ。これこそが我らの本質。本質、己が命を削り敵を打ち倒し、それでも止まれぬ我こそは最強なりと、ただその証を求めて、それが我らもののふの生き様よ。ならば止まれぬというのならば、貴様の命燃やし尽くすまで、その最後の瞬間まで付き合ってもらうぞ、三日月。猫の岩、心配はいらぬのじゃ。オシトルならば三日月に負けはせぬぞ。違うのです、そうではないのです。どうしたの猫ね。さっきもオシトルがグルカを使うのを止めてたけど、このままだとアニ様が、アニ様が。それはどういう意味じゃ。グルカの力はモロハの剣なのです。だから使いすぎればアニ様の命が。そんな、その話本当なのか。答えよ宗近。ネコネ殿のおっしゃる通り、男のアクルキルクは代々堪能、
その強大な力は代償として魂を摩滅させ、ひいて肉体を破滅させる。なんじゃと。つまりアクルクの力を酷使し続けたら、その体は塩となって砕け散る。あの時のブライのように。命ながらえ、這いつくばる生き様に何の価値がある。命を食いつぶしてこその人生よ。ディネ・ボクシリでまた戦おうぞ、おっしゃる。でも兄上ならきっと。兄様はもう何度も無理を重ねすぎてるです。もういつ限界を超えてもおかしくはないくらいなのです。宗近、今すぐオシタルを止めよう。何をしておる宗近。どうして止められましょう。なんじゃと。ヤマトのために命を落とすもののふの誉れ、ましてや相手は宿敵であり無二の友。どうして止められましょう。それにアクルカ亡き小生にはあの二人を止める術がありません。それはじゃが、要はそんなことは望んではいないのじゃ。もうやめてください。どうして二人が戦わないといけないのですか。泣かないで猫ね。でもこのままだと。私が止めてきてあげる。姉様、妹が泣いているんだもの。それを放っておくなんて姉失格だから。でもそんなことできるわけないのです。やってみてもいいかな。助けて、姉様。任せて。周りの見えてない困った人たちを止めに行くの。どいてくれないかな。無粋であるぞ。うん、知ってる。何をするかは知らぬ。巻き込まれればただでは済まぬ。それでも行くの。みんなのために、猫ねのために、それから私のために。もう二度と死なせない。宗近、クオンの好きにさせるのじゃ。しかし大切なのはモノノフのオシタルではない、ただのオシタルなのじゃ。よい。ありがとう。
我が父の名においてこの身にうがたれし鎖を解き放たん。おめそのこれはまたな、一体何が。こりゃたまげたね。こんな、これは一体どういうことなんですか。それじゃあちょっとだけ待っててね。まだだ、まだ足りねえ。足りねえ、崩せ、打ち滅ぼせ。そうとも、もっともっとだ。この身、この血肉の一切を力に変えよう。からの不意打ちなど。邪魔をするな。それはこちらのセリフだ。まさか今自分たちを攻撃したのは、いや自分はアクルカの力を解放しているんだぞ。バカな。手を出すな、クオン。これは、それがしの戦いだ。男の戦いに口を挟むな。女を泣かせ、何が男か。オストリア、聞こえぬか。汝を気遣う声が。勝負は次まで預けておく。待て、逃げるつもりか。このまま放置なんぞされた日にはこっちだけが悪者みたいだろう。泣く子には勝てん。オストル、兄様、よかった、よかった、本当によかった。こりゃ、なんというか締まらないな。想像を軽く超えてたわ。うち
もう辛抱たまらない。なあ、今度こそ本気でやろう。これただの筋肉痛ですもの。筋肉痛？筋肉痛って運動しすぎた時のあの筋肉痛のことでしょうか？はい、何日か安静にしていればすっかり治りますから。いや、しかし念のため手当てを受けた方が良いのでは？助けは師匠やわ。だから揺らさないでってば。なんじゃ、あれを止めておきながら存外だらしがないの。状況を報告せよ。官能による通信網が寸断されました。その後の騒乱により復旧未だならず、かなりの兵を失ったとの報告もあります。ハントどもの勢力は未だ健在。アクルトゥルカの被害も最小限に抑えたようです。まだ兵力の差は決定的ではありません。まだ反撃の余地は。ありえぬ。こんな馬鹿げたことがあってたまるか。我が用意した罠をことごとくかわしたというのか。三日月はどうした。くてめえ、やはり情に流されおったか。数ある櫓の中から弱点となる二つを見極める、これだけでも至難の技。しかもその二つの櫓のティリギャライを寸分たがわず同時に撃つなど、一体どうやって。奴の力を甘く見すぎたか。どうやら我が通信網をも超える特殊な能力を持った奴がいるな。鎖のカムナギか。ライコー様。押しとるよ、見事だ。まさに万に一つの可能性にかけて勝ち取るとはな。貴様の万有を称えずにはおられぬ。
新たに通信網を確立し号令を発せよ。我らはこれより撤退する。この戦場を捨てるのですか？そうだ、もはやこの戦場では挽回の余地はない。まさかこの俺が帝都にまで押し戻されるとはな。だが追ってこい、帝都まで。そこで貴様を確実にディネボクシリへと送ってやる。